もうトップしても全然いいと思って振ってください、はい、リズムを素振りと同じような形で、フィニッシュまで同じ動きでできるかどうかを意識するっていうことですね、うん、はい、その素振りのイメージを壊さないように、でスッと入ったらそのリズムのまんま動けるかどうかですね、はい、そうです。おアウトコース6番ホール386ヤードのパー4でございます。佐藤プロ、ここはどんなホールになりますか？このホールもですね、5番ホールに引き続いて本当に少ないフラットなホールなんですね。で距離は先ほどよりもだいぶ残ります、はい、ですからセカンドショットがどうしてもロングアイアンもしくはウッドになりやすいですね。ただグリーン自体はあまり砲台にはなってませんので、結構手前から攻めていって、うん、なるべくパーを取れる、はい、ところまで持っていけるかどうかというところが鍵になります、うん、じゃあセカンドの距離も結構、ね、残ると思いますね。ちょっと今日アゲンストだから余計だね、はい、では土屋さんのティーショットお願いします。お願いします。さっきのドライバーも飛距離出てましたからね。おー、大丈夫大丈夫。バンカー、バンカー方向、ああバンカー、あ出ました、出た、バンカーの先行きました。須田さんスイング綺麗ですね。いえいえさあ、それでは栗田さん行きましょう。はい、はい、おお大勝いいね、ありがとうございます。ああチリど真ん中芯に当たってるもん、ね、目つぶってました、つぶってましたしっかり開いてましたナイスショットです、ありがとうございます。素晴らしい。では青山プロのティーショット、あー右出しすぎ、左がすごく嫌だった。見ました、あ左にキックしてきた、あ出た、はい、カートのところ、はい、はい、ちょっとフェアウェイちょっと右に、横田さん残り205ヤードです、はい、何番で、スプーンでいきます、はい、なんでドライバーあんな言うのにセカンドは失礼しましたさあ津田さん、ここでリカバリーを、はい、お願いします。わかります。津田さんは何番で、スプーンでいきます。おー、いいなー、ナイスショー、スイングでしたね、いいスイングだ、届かない、あーもう10、うん、ナイスです、ナイスですね、おー、ありがとうございます。結局ほらそうなっちゃうんだよ、アマチュアの人届かないとかさね、いいや十分だよ、せっかくなんで、うん、佐藤君転がしたかったらドライバーでティーアップして打つしかないねえ、そうです、最高だよ今の、あのお二人ちょっとウッドを、あそうだ ね、佐藤さんにちょっと、うん、佐藤プロにレッスンしてもらおう、はい、今あの土屋さんのショットはもうナイススイングであってナイスショットで、見てていいのはやっぱ素振りと打つときは同じなんですよ、うん、でも実際あの打つた場合はこう打つときと素振りのはちょっと違うんですよね、はい、やっぱボールに向かってっちゃってやっぱ当てろっていう力が多分入りすぎてる、あですから絶対素振りではダフったり絶対しないのに、はい、打つときだけダフるっていうか手前を、はい、手前をえぐってしまう振りをしてしまってるっていうところがあるので、はい、本来自分のスイングが逆に 出すことができてないっていう、 あるのに出してない、うん、新しいことをやるわけではなくて自分のスイングがこうボールに対して出せれるようになれば、ドライバーのように、はい、多分気持ちよくボールは打てるんですが、はい、なんせ地面にボールがあるので、はい、どうしても当てたがる、はい、ですから意識としてはちょっと素振りをポッとしてそのイメージでポッてボールに対して動けるかどうか、はい、でやれることができるかどうかっていうのがすごく大事だと思いますね、うん、一回打ってもらおうか。そうですね、うん、ボールあります？あ、はい、はい、あります。じゃあ素振りと同じリズムで、うん、素振りはいい感じです、ね、素振りいいですよね、はい、もうドライバーのスイングがすごくいいので、はい、ちょっとやってみましょうか、はい、もうトップしても全然いいと思って振ってください、はい、リズムを素振りと同じような形で、フィニッシュまで同じ動きでできるかどうかを意識するっていうことですね、うん、はい、その素振りのイメージを壊さないように、でスッと入ったらそのリズムのまんま動けるかどうかですね、はい、そうです。おー
まるで別人が打ってるかのような、ね、本当ですね、ボールですよね、はい、だからこれが本来自分のスイングで打った時のボールなんです、はい、YDK 何ですか、やればできる子ありがとうございますYDK いいと思います、ね、素晴らしいですね、だからわざとミスしてるようなもんですね、最初のショットは、ね、ただそれはやっぱ当てたいし、はい、ちょっと飛ばしたいし、はい、っていう気持ちが自分のスイングをしなくてぶつけにいってるっていうところがすごく多い、はい、これはもうアプローチもそうだと思います、はい、それやれば絶対いいスイングしてるので問題ないと思いますね、うん、はい、あんまりねアドレスしてから考えない方がいいあ、はい、なんかこうやってからもう、はい、な、だから素振りの素の字もなくなっちゃうのあ、はい、うん、でも今日はねやっぱり緊張感もあるし、そうです、まあ、いいところも見せたいし、いろんな思いが多分入ったところなので、はい、ちょっと自分のことができてない、はい、だからこういうこと一回経験されると、はい、多分自分のことやっとけば何とかなるって思うとすごく気が楽になってできるので、はい、ミスしても多分引きずらなくなりますよね、今のボール良かったですよね、すごいですよね、はい、回収してくださいボールありがとうございました。アイアンプロが5番アイアンでカット目で狙います。あー下くぐった、バンカーか、いや、行かないです、バンカーも行かないよ下くぐっちゃったよ、ちょっと上面当たった感じでしたね。あ、さあアイアンプロ、はい、アプローチ勝負です、これは、うん、これはって転がしていく感じですか、転がせないよ転がさないんですか、どうやって転がすんだ、じゃあ、 いや、グリーンに直接行かない感じですか、いや直接だよ、直接行く、うん、やっぱこれだけ距離あるとしっかりこうやっぱりインパクトしなきゃいけないから、そうするとスピンも効くでしょ、うん、あ、突っかかったよ、突っかかっちゃった、でも距離的にはいや、なんか跳ね方が変に右に跳ねた、うん、あ今カラーぐらいですね、そうですね、ちょっと噛んだので、うん、ボールがいい意味で転がってくれた、どういう感じで転がしです、いいですね、はい、グリーン周りは私は基本的に、うん、いいと思います、ただ今日のグリーンの硬さとスピードがうまく考えられてるといいと思います、そうですね、そこが今日硬いんで、そうなんですよね、で思ったより伸びるので、はあ、まあ、その辺の感覚が少し距離感で出せれると、はい、で転がしはすごくいいと、ね、頑張ります、さあでは土屋さんアプローチいきましょう、うまい、うん、丁寧にいったな、ナイスです、わナイスです、ありがとうございます、じゃあ藤田さんいきましょう、もう打たなくていいですか、いや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 、まあ、あとは入れるだけですか、ね、です今何番で打った9番です、あ9番ね、はい、やっぱりこういうところは9番とかそういうロフト立ったやつで転がすっていうのが安全、絶対正解、のパター感覚で、はい、はい、古田さん何番ですか、8番です、8番で、うん、うまい本当のパター感覚でしたでも結果8番だからああいう大きなミスがないってことですよね、はい、さあそれでは行きましょうか、アイアンプロのパーパット、おーナイスパー、ナイスパ ナイスパパットいい、すごいですね、もうパター分かった、あのね本当正直な話入る気しかしなかったですよ、後ろからですよ、オッケー、ナイスです。ナイスパーでした。はい、ナイスです。はい、お疲れ様でございました。ありがとうございました。ありがとうございました。